でその10代とのさようなら。今その10代最後のコンサートのことで頭の中がいっぱいです。私らしく楽しく親しめるコンサートにとレッスンに励んでいます。シンデレラハネムーン。いつでも二人はシンデレラハネムーン。